今日は非常に天気がいいですね。私の地元に目黒不動尊という龍泉寺っていうんだっけな、本当の名前は目黒不動尊っていう不動産、お不動産、地元ではお不動産、お不動産と呼ばれるお寺があるんですけれども、そのお寺は向こうなんですけれども、このその近くにですね、まあそのお寺が管理する墓地っていうのかな、縁があって、そこになんか僕もよく知らなかったというか、まあ何年か前、10年20年前に知ったんですけど、なんか大川襲名と北一揆のお墓というか墓地というか、そういうものがあるらしいというので、まあ石の前龍泉寺ですね、龍泉寺墓地、まあここは休息するところなんですけど、まあそれもお墓があるというので、まあちょっとどんなものか、まあ野獣馬根性というあれですけれども、見てみようかなと思っているんですが、この中のどこにあるのかはよく分かっていないので、これまあそうですね、まあこういうの僕の家のお墓にもこう、まあそのこういう破壊、昔の墓石、ちょっとまあもちろんスタイルはいろいろあるんですけど、これはいつ頃ですか、これは享保って書いてありますかね、享保って書いてありますね、そうですね、享保、ちょっと享保何年になるか、まあ享保2年かな、1、2年かな、高津平定だっけ、あれはの鳥年と、まあいいや、こっちは漢文ですかね、漢文、まあこっちは縁起かな、縁起ですかね、はい、まあいいや、安永かな、これも漢文ですね。まあ大体江戸時代のものですね。江戸時代より前のものあるんですかね。ちょっとわかりませんけれども。まあうちのお墓にもなんかそこないようなものが、まあありました。江戸時代のものですね。あんまり古いものになるとですね、ボロボロになってしまって文字が読めないので、まあその江戸時代ぐらいのものを、まあその保存状況っていうか、いろいろそのそれによって、読めたり読めなかったりというものがあるので、必ずしも古いから読めない、新しいから読めるってものでもないんでしょうけれども、まあ江戸時代のその中期ぐらいのものまでは読めてたような気がします。どこに出したっけ、いろいろかなり広いとこなので、なんか坂の登ってなんとかとかだったけど、こっちの方向がどこなのかも何も調べてないで、ちょっと思いついたってこう来たっていうことなので、ひょっとしたら見つからないかもしれないですね。まあそれはそれで、陸軍歩兵、上等兵、松沢次郎様、そうなんですね、まあその別に立派なお墓を否定するつもりは全くありませんけれども、どうなんでしょう、これはこれまた北一揆先生がありました。北一揆先生の思いがけず、北一揆先生の墓、これ北一揆っていうのはもちろん226事件のまあ思想的な指導者ということになってるのかな、全然そんなこともないんでしょう、よく知れ、そのまあ詳しいことは私もよく知らないんですけど、まあその226事件が起こって、まあとにかくその北
待機というのはそれを指導したということで、まあ助になったわけですよね。それでまあ大川襲名とはもともと生前結構親交があった、交流があったということで、これ大川襲名じゃないよな、これは吉田同年大僧正だそうですけど、昭和30何年、まあそれはいいでしょう。あれ、じゃあ大川襲名はどこなんだろう。で、大川襲名は大川襲名で、まあやっぱりその、東京裁判で、何、先般、あ、大川襲名ありました、ここに。そう、近くにあるという聞かことは聞いたんですけど、大川襲名の墓がここにありました。こっちから入るのかな。まあ、これはなんか同同じくみたいな奥さんっていうことなんでしょうね。大川襲名、同、健子、金子。ちょっとわかりませんけど。この、大川松さんが現在の当主っていうかあれなのかな。ここですね。まあこういうのはよく読みませんけど、まあお盆の際になんか、まああれですよね、お参りに来たということなんですよね。そうなんですね。どうなんでしょう、ここは今もお参りにいらっしゃる方がいるんでしょうかね。大川襲名、そうそう、それでだから第二次世界大戦というか太平戦争の戦犯として東京裁判で裁かれるわけなんですけれども、そのなんか、まあ裁判の途中でですね、まあその戦犯がみんな座ってて、最近の人知らないかな、どうなんだろう、一列前に、まあみんなずらずらこう座ってるわけなんですけど、ひな壇でもないですけど、それで前の列に東条英機が座ってて、でその後ろに大川襲名がその真後ろかなんか座ってたかな。で東条英機のハゲ頭をペチンっていきなり大川襲名が叩いて、それでその護衛の SP みたいな、なんだあれは、アメリカ軍のが、まあもちろん見張ってるわけなんですけど、それでそのアメリカ軍に取り押さえられて、なんか外に連れ出されるということがありまして、それはもう記録として映像で残っているので、まあもしまあそのご存じない方、まあ YouTube かなんか別にあると思いますけれども、すごいスラッというか、まあげっそり痩せてるような感じの人でしたけどね。それで結局それが元でその精神鑑定かなんかをなされて、まあ裁判、その裁きを受けないで、まあ、そう精神的な異常ということで、そんなんていうのかな、まあ、裁判を受けなかったっていうか、途中でもうその大川襲名の審理は終わってしまうんだと思いますけれども、ちょっと法律用語はちょっとよくわからないと、そういうのを何て言うんだかわかりませんが、まあそういう方なんですね。ただまあむちゃくちゃその、まあ、秀才っていうか、まあ外国語、何カ国もこう習得して、どちらこうちらで、その東京裁判で頭ペチ、東条英機の頭をペチってやって、退場になって、まあ要するにそのなんか精神的なものでこう無罪放免という形になってから、その後に確か、コーラン、クアン、クルアン、アラビア語なんかを、まあもともと勉強してたんでしょうかね。それを全部翻訳したとかなんてことがっていうことが残ってます。もともとは東大の、なんだろう、あれ、インド哲学かなんかを勉強したやかな、大川襲名は。まあそういう人なんですね。あんまりこう人の、あれかな。お墓、まあお墓を移してあれなのかな。大体でも新しいですね。やっぱりここら辺のお墓をみんな、この墓地が、要するにその古い、さっき見たあの石みたいなのもあるんですけど、赤い石ね。それはだからここにあったものではなくて、この墓地ができた時に、まあ、どこから持ってきたものなのかもしれないですよね。ちょっと、そのさっきも言いましたけど、うちの墓なんかは、その江戸時代のその墓石ぐらいのなんかが
結構の残っているので、うん、でもここはもう全部新しく、だからこう墓地として開発されて、まあそうか、抱きたい木なんか226事件だから令和38年だっけ、36年だっけ、まあ、30って1900なんで昭和何年でしたっけ、忘れちゃったな、36年ってことは昭和11年か、なんか落学のなんとか柳家小さんだかなんかがそこの下っ端の兵隊としてなんか よくわかんないのに借り出されたとかなんとかとか、そんな話があったような気がします。だから、うん、まあそういう方はみんな亡くなってしまいましたね。36年っていうと、まあ90年弱か、80何年前か、36年、そっか、うちの父親が38年生まれだから85歳、88年ぐらい前っていうことですか。はい、こういうなんかこのなんていうのかな、こういうのもなんかうちのお墓にありましたね。なんだこれは、お地蔵さんみたいな、多分こういうのはその生まれてすぐっていうか、まあ小さいうちに亡くなられた方の、うちの方はそういうあれでしたね、なんとか同士とかなんかそういう、まあ、昔は子供が死ぬことがすごい多かったと。だからまあ5人6人うちの父親もなんか3人目とか4人目とかなんだけど、それ昭和の話ですけど、それでも上の2人は亡くなって、上の2人とか3人は亡くなってるとかいうことなので、うん、まあとりあえず当初の目的は果たしましたので拝んでないですね、拝んでない普通は手を合わせるものだと思いますけれども、まあその手を合わせるのは全然やぶさかではないというあれなんですけれども、まあ宗教ということに関してはまあいろいろとやっぱ思うことがありまして、うん、そうですね、別にそれを否定するわけではないんですけれども、まあ私はそういえば子供の時はっていうか、それ幼稚園がキリスト教系の幼稚園で、まあそれがカトリックだかプロテスタントだかそんなことはどうでもいいんですけれども、毎日ですね、毎週日曜日に、まあその何、なんだあれは礼拝堂みたいなこと言うのか、なんて言うんですかね、日曜教会みたいなのがあってですね、これからそのお不動さんの方に歩いていきますけど、まあ日曜日その礼拝堂みたいなところで、礼拝堂っていうのかな、その言葉もわかんないですけど、教会ですね、朝教会に朝なんか行ってですね、賛美歌かなんかを歌って、まあそれで何時かな、10時か11時か忘れたけど、その午前中に帰ってくると、その代わり、うちの幼稚園は月曜日休みなんで、まあ普通の、まあ同級生というか周りの家の周りの他の保育園とか幼稚園に行ってる子たちは、なんか月曜日はその保育園なり幼稚園なり行くんですけど、僕はその月曜日は家にいるということで、なんかその 今教育テレビって言わないのか、なんかテレビを見たりしたピンポンパンみたいなのとかですね、そんなの見て過ごしてたような記憶がありますけれども、まあ別にどうでもいいんですけれども、そのまあ人、やっぱりいつも思うのはそのノアの箱舟っていうのですよね。まあもちろん例えばその聖書に書いてあること、まあ例えば日本で古事記なんていうのがあってですね、古事記でまあ国作りがどうたらとか、国譲りの話とか、まあ古事記日本書記って基本的にはまあ内容はかなり被ってる部分多いんでしょうけど、まあ私細かいことは知られませんけれども、まあその一番最初ですね、古事記の国を作るとかなんとかと、まあ最初に神様が現れてるじゃん、こちら。それでまあイザナギとイザナミがなんかそんななんかドロドロして海だかなんだかよくわかんないとかき混ぜたら淡路島ができまして、どうじゃらこうじゃらと。別にその中身を僕はどうこうこうこう言ってるわけじゃないんですけど、それはそれ隣人だし、まあその神で読みの国はどうだろうとか、それはいいんですけど、まあ島づくりじゃ国づくり、最初淡路島ができて、まあその後四国だの九州だの本州だのいろんなその他いろんな島ができると、まあそれはいいんですけれども、まあその古事記書かれたのは720年頃だと思う、確かその頃ですよね、天武天皇の後だと思うんですけれども、
で、そうするとまあ世界っていうのがどの程度のものなのか、じゃあ例えば信長はそのバテレンが地球儀を持ってきたので地球はどんなものか、まあ、それで知ったという時に、まあ、まあ地球が丸いということを即座にこう理解して納得してみんなにこう広めたと。バテレンに説明させてですね、もう人を呼び集めて地球はこうなってるんだっていうことをあと広めたっていう話がありますけれども、まあその720年、もちろんそのその日本と中国というのの交流はまあそのもっと何百年も前からあったわけで、でまあ例えば遣隋使っていうのはまたその聖徳太子の頃で、その後遣唐、まあ唐ができてですね、で唐っていうのがまあ非常にだらっ広い国だとかなんてことが分かるんだと思いますけども、海があって海越えたらまたで朝鮮半島から行くのかな、最初目黒不動尊です。なんでまあ地球の大きさがどれくらいかっていうのはその時まだ分かってなかったかもしれないけどですけど、まあその神様が作ったのがですね、神様とイザナキイザミが作ったのが淡路島とか本州とかなんとかだっていうのは明らかに話に合わないというか、じゃあ中国はどうなったんだというようなことはまあ当然思うだろうなと思うんですけれども、はい、まあ思うんですけれども、でそれはそのもう中国というか唐遣唐使とかなんとかがいて、その時に古事記を書いているっていうか、編纂しているのでちょっと見えないですね。だからその、まあ、古事記ができたのがもっとずっと前、もっとその何百年も前だっていうんだったら、まあ別にその外国のことは書かなくてもいいんだと思うんですけれども、まあその要するに中国とかなんとかの、まあ、今の中国ですね、当時の唐とかなんとかが、ある時もうその日本のことばっかり考え、日本が世界の中心だと考えていて、まあ日本の創生、日本の国がどうできたのかということだけ書けばよかったと。世界のことなんか、それも日本の外の国の外のことなんかどうでもいいということで、あ、なかなかピンとこないですよ。これ手前になっちゃうんだ。そういうことでまあ書かれたと理解すればいいんだろうなと。あれ、このまあ仁王像の由来と書いてありますけど、この亀ヶ谷悟っていうのかな、昭和53年です。これ目黒寄生虫博物館の館長っていうか作った人ですよね、亀ヶ谷さんって医学博士かなだと思う。その人はこの書いてるんですね。狛犬の由来だそうです。今ちょっと読んで、喋りながら撮っていたので中身読んでないんですけど、まあ、とにかくそういうことで、まあその古事記、もう別に中身はその信じるとか信じないとかではなくてですね、まあ、そういう視点だったのかなと。まあこの間ちょっと釣りの動画で、分類学の話をしたんですけれども、まあ、話はいろいろ飛びますが、分類学の話をした時に分類学というのはなかなか答えが出ない学問だということを言ってたんですけれども、まあその科学というのはすごいやっぱりその厳密なもので、ちゃんとした証拠がないとなかなかこう、認められないものなんですね。で、まあ、証拠っていうのも もちろんいろいろあるんですけど、まあ、そのよく犯罪なんかでですね、状況証拠の積み重ねたんっていうことをよく言うわけなんです。例えばその殺人の、まあ、どんな犯罪で殺人事件でも、まあ、物を盗むでも、まあ、どんな犯罪であってもですね、まあ、例えば、この人は、状況証拠ですね、この人と人を殺した時はこの人はこの、被害者とこういう関係でこんだけいろいろひどい、まあ、いじめなりなんか受けていたというか、仲悪くてどうちゃらこうちゃらでとかって、犯罪の前もあいつを殺したいと言ってたとか、犯罪のその時間の何分前に包丁を買っていてですね、それで犯罪のその何分前にそこの被害者の家にいましたとか、そういうのはみんな状況証拠なわけですね。で、科学っていうのはその状況証拠の積み重ねというのは全く認めないですね、基本的に。状況証拠の積み重ねで、その可能性を考えるのは全然いいんですけれども、しかしそれはやっぱ証拠にはならないわけです。でもまあ犯罪っていうのは、
まあそんな決定的な証拠なんていうものは、そんななかなかないものなので、大体状況証拠の積み重ねになるんです。だからそういう意味では、科学っていうのはもうその証拠の、クオリティ質に対してすごい厳しいわけですね。でまあもちろん犯罪裁判なんかでもその証拠の質っていうのは非常に厳しいんですけれども、科学はなんでそんなに厳しいかっていうと、それはその犯罪というのは所詮人間がすることなんですね。で人間がすることなんで、人間で大体考えて、人間の頭で考えて分かるということが非常に根本的になると思います。でもその科学というのはまあ自然を相手にするわけなんですけど、その自然というのがまあ非常に大きいというか、まあそのものではないので大きさはないんですけれども、その人間の範囲が関わる範囲っていうのはですね、まあ例えば生物学的に見てもですね、生物界の中の人間っていうのはまあすごいちっぽけな存在なわけです。でしかもその生物っていうのはその物理的とか科学的な、まあその基礎の上に存在するわけなんで、まあその、まあ要するに大きさという意味では、例えば宇宙、人間が存在する地球っていうのはまあ宇宙の中の、もう広大な宇宙の中の、もうほんの一点のような地球の表面にのその陸地の一部に住んでいるというものであって、まあそのそれはもう空間的な範囲ですけれども、要するに人間が考えるものっていうのは自然のバックグラウンドから考えるとほんの一部だということなんですね。だからその、科学というのはやっぱりすごいその証拠に対して厳しいと。要するに人間が頭で考えて状況証拠でこれでいいだろうなんていうのは全然、大体その科学の歴史としてそれをやり続けて、ひたすら裏切られてきたと。要するに人間っていうのは、はっきり言ったらバカなんで、人間が頭で考えることなんていうのは全然大したことはないわけです。もちろん自然科学っていうのはみんな人間が頭で考えるんですけど、それで考えてきたものはほとんど 99.9% 間違いだらけだったという歴史がありますので、まあ、その証拠、絶対的な証拠しか信じないという。で何より、まあ理論というのは理論で、例えばその数学的なバックグラウンドがあるわけですね。その数学というのは一つの、数学というのは 100% 正しい、基本的に 100% 正しいということなんで、数学的に証明されればそれは正しいとして認められるわけですけれども、まあそのだから理論物理学とかですね、でもそれ以外のものは基本的に実験によるものなので、まあその、まあそういう証拠を積み重ねるわけです。何の話だっけな。それでまあ例えば犯罪なんかでですね、その状況証拠を積み重ねて、この人は犯人だって言っても、それは人間の頭で考えて、それいくらその近くにいたとか、その包丁を買ってったとかなんとかとか言っても、でも違う人の可能性あるわけですね。で、じゃあまあその犯罪 の決定的な証拠っていうの、証拠っていうのは何か、どういうものかっていうと、例えばそのビデオカメラでその人が例えば人を殺すとこが映っていたとか、そういうことですよ。それは決定的な証拠ですよね。それでですね、そのまあまあしかしそれでも実は、決定的な証拠にならないという場合がありまして、それは実際にあった問題だと思うんですけれども、まあ要するにカメラで映らなかな、まあその詳細はよく覚えてないんですけど、ある犯人がこう犯行を犯したのが映っていたというので、この人が犯人だってことになったらですね、その人が一卵性双生児は双子だったんですね。映ってるのは双子のどっちかわからないということで、実際にその反対の方を捉えたんじゃないかな、なんかそんな話を聞いたことがあります。なのでまあ本当に決定的な証拠と言われるものも、そうやってまあひっくり返るっていうか、まあそれでさえも十分ではないということがある。まあ以前はやっぱ自白とか証言とかっていうのが決定的な証拠になってたんだと思うんですけど、まあ、最近は科学的な捜査が進んでるんでしょうけどね。でもまあそんな証言だろう、自白だろうっていうのはもうコロコロ変わるっていうか、勘違いと、まあ証言の場合は勘違いっていうのもあるだろうし、自白っていうのは強制されて、拷問のようなもんで、だからそれも全然決定的にも何でもないんですね。それで、それでまあ分類学の話なんですけれども、ずっとだから分類学っていうのはこの間のアゼツイの動画で話していたのは、まあなかなか決定的な証拠っていうのがないので結論が出なかったんですけれども、それが塩基配列が、ゲノムの塩基配列が決定されることになって、もう全ての問題が解決したというお話をしたと思います。でそれはまあ今の話で言うと、まあ
今まで分離学というのはひたすらその、状況証拠の積み重ねであったんだけれども、 DNA の塩基配列が決定するっていうのはですね、もう世の中のすべてのことが、そうですね、ビデオカメラで記録されているという状況になったというような、それだけのその革命的な、出来事だったんだと思います。なので、その世界のすべての出来事がすべてビデオカメラで記録されている世界っていうのは、まあその犯罪もすべてこう映ってますし、またその人が人を例えば殺したからどこにいてどうやってどこで今どこに隠れてっていうのも全て見れるわけですね。まあ、もちろんそこまでの世界ではないにしても、まあ例え話ですのでね。でもまあその今生きている種の、ゲノムの配列が全て分かるというのは分離学的にはまあその絶対的な証拠がもう得られたという、他にはまあ何もいらないのかとかよく分かりませんけど、まあそういう世界なわけです。そうですね。まあ、だからその、何の話ですか、そういう話をしたかというと、まあ、人間の宗教という、まあ、宗教の話をしてたんですね。宗教というのは、基本的に人間が考えることなんで、それで、まあ、例えばノアの箱舟がどうとかで、古事記はどうとかで、まあ、そういう話を今ちょっとしてましたね。それでそのノアの箱舟なんですけれども、まあ、やっぱりあれは誰がどう考えても、まあ、それが真実だと到底思えないわけですよね。それを信じている、逆にそれを、あれを信じる人がいたらちょっと、まあ、頭がおかしいとは言わないですけど、ちょっと資料が足りないんじゃないかというふうに思うわけですね。まあいろんな、まあそうですね、ノアの箱舟っていうのはまあその、あれ旧約聖書なのか。まあ僕も詳しいことはよく知りませんけれども、まあ2000年以上前の話なんですかね。でまあその、まあいろんな、科学的に見たらいろいろおかしいことがあってですね。まず大雨が降って、地上が全部水の中に沈むわけなんですけど、まあ基本的にはですね、地球上の水の量っていうのは、決まってるわけです。それは化学反応で水が増えたり減ったりっていうことがあるので、厳密に一定ではないんですけど、基本的に大体水の量っていうのは決まっていて、要するに陸地が沈むっていうことは、その水はどっから来たんだという、それを海から汲み上げて水に、陸地に撒かない。巻いたりですね。まあ、しない限りは、そういうことは起こらないわけですね。まあ一応その南極の氷を全部溶かしたら、まあ、その地球上の海面がどれだけ上がるんだか、まあそれは計算すればすぐ出るもんだと思いますけれども、まあ、要するに、地球の地表を、まあ、それこそエベレストのてっぺんまで水を回ったかどうか知りませんけれども、まあ、まあ、山なんかいっぱいありますからね。で、まあ、そういうことがあったにしても、じゃあ、その南極の氷を溶かしたのかいと。うん、まあ、そういう話になるわけですね。あ、まあ、リアそうじゃなくて、まあ、その、まあ、当時、その、イスラエルのあたり、エジプトかなんか、そこら辺だけ水に埋まったんだという話だとしたら、でもあれは、その、人間、が、なんか、まあ、その、堕落してどうちゃらで、それに懲らしめて、こう、まあ、そのダメな人間を全部こう、追いやるためにやったんだから、その、そこら辺のアラブのあたりのユダヤ人がいたところかな。あそこら辺だけ水浸しにしても、他のところで人間が生き残ってたら全然意味がないわけですよね。まあ、で、それ、まあ、それで、まあ、確かの、箱舟っていうのは全ての生き物を、まあ全部、ワンペアずつだったかな。船に乗せるんですよね。うん。でもまあその今例えば、まあ陸、それは、海に住んでる生物は別に船に乗せなくてもいいのかもしれないですけど、まあ昆虫だけで今100万種とかいるとか言われてるんで、まあなかなか大変ですよね。要するに、まあワンペアずつなんですけど、まあ一匹ずつ、まあ妊娠してれば水だけなんかでいいのかもしれないですけど、うん。でも、そうですね。例えば1分に 1種類の動物を入れるとして100万分かかるわけですね。全部の種類の、生物を船の上に乗っけるの。100万種類やったらですね。例えば。で、1日が、1時間が60分なんで、あれ
24時間の60分で、秒でも観測しても何でもいいんですけど、まあ、じゃあ、確か秒だと3600秒だから、なんか8万6400秒だっけ。違ったかな。時間、分だと60の、10時間で600だから1440秒ですか ?40 分ですか ?1 日は。だからそれ100万、1日が1440分でいいのかな合ってますかね。まあ、どうでもいいんですけど、その計算すればいいだけの話なんで。だとすると、その100万分っていうのは、何年間かっていうことですよね。で、それだけの時間がかかるわけですね、乗っけるのに。で、まあ、例えばその、まあ、生き物で、まあ、1秒で死ぬとかそういうものはいないんですけど、例えばその、カゲロウみたいなものは、幼虫は、まあ、1年間水の中にいて、で、成虫でいるのは、まあ、一晩とか、まあ、それぐらいなので、一晩なんで、だからその最後の一瞬で、そのカゲロウの、まあ、妊娠したミスナイナナイを捕まえてですね、ノアの箱に乗せなくちゃいけないんですけど、でもまあ、それ乗せたとしてもですね、あれ確か水が引くまでに、なんか1週間とか、なんか1ヶ月かなんか忘れましたけど、それだけかかってるわけですよね。うん。まあ、あるいはですね、まあ、そういうこと、そういう時間的な問題がまずありますね。で、それからまあ、誰でも考えることなんですけど、じゃあライオンとですね、なんかそのインパラみたいなものを一緒に入れてたらどうなるんだと。あるいは、もっと一般的な問題として餌はどうしてんだっていう話がありますよね。で、まあ、とにかく、まあ、そんなこと言い出したらきりはないんですけど、まあ、僕が言いたいのでですね、別にそれ、まあ、それがだから別に、それはお話だった。例えばその古事記の話なんか別に日本人はみんな、そんな作り話っていうか、まあ、まあそういう神話だお話で別にそんなことで目くじら立てていうことじゃないよねと思うんですけれども、それはまあ日本人の感覚なので、やっぱり、そのキリスト教、またイスラム教はイスラム教でまた違う世界観を持っているので、あんな、そのキリスト教の人に向かってですね、そんなこと、そういうこと言うと、まあ、それは、本当はな、それはもっともでそう思っててっていう人もいると思いますが、まあ、よく有名な話ですが、アメリカでは進化論を教えてはいけないと。進化論は、その、聖書の言ってることと合わないで、聖書が正しいんだから進化論を教えてはいけないんだということが今でもあるんじゃないですかね。まあ、そういう国があるわけですね、世の中には。だから、その、一つが進化論というものがあって、まあ、あるいは科学的な理論というものがあって、一つが、まあ、宗教というものがあったときにですね。まあ、僕が、どっちが正しいんだと言われれば、もちろんそれはいろんな証拠が、何知識があっての判断ですけれども、まあ、ちょっとやっぱりそんな宗教というのは人間の頭に考えたもんで、まあ、科学者としてやっぱりそんなものを、そうですかと頭から信じるわけにはいきませんねという話になるわけなんですけどね。まあ、だから別にダメだって言ってるわけではないんですけれども、まあ信長なんかもやっぱり、信長も別に宗教を否定してるわけではないわけですけどね。何の話をしてたのかな。まあそう、宗教についてはまあいろいろ思うことがあります。まあ、証拠、分類学の証拠、そうですね、科学ということがあって、まあ、まあ、その、この間、まあ、分類学の話をした時も、科学というのは多数決ではないということを、まあ、何回か言ったと思うんですけれども、やっぱりそれがなかなかわからない人もいるわけですよね。まあ、何の話をしようかな。これ、例えば、青木昆陽のお墓があってですね。どこに、その青木昆陽の墓もどこにあるんだか僕はちょっとよく知らないんですけど、このぐらい、ぐるって回んなくちゃいけないのかな。
僕らはその、まあ、地元はこの近くなので、小学校では、まあ、ほとんどの方は青木工業って知らないと思いますけれども、一応、小学校かなんかで歴史で出てくる、鑑賞先生といってですね、鑑賞っていうのは、さつまいものことですけれども、まあ、その飢饉という、まあ、江戸時代は飢饉っていうのが起こってですね、天候不順とかなんとかとかで、まあ、単純に、普通に考えれば、その台風とかなんかビューとこう来ただけで、その地方の稲が刈り取りの前だったら全部ダメになるので、もう、それで、まあ、備蓄も乾燥先生ポチありました。大本堂向かって左上、この日本語がちょっとわからないんですけど、大本堂を向かって左裏より不動公園沿いに住んだところ、大本堂を向かって左裏よりの日本人が僕の理解力ではちょっとよくわからないです。不動公園こっちなのかな、これでみんなわかるんですかね。向かって左裏より、まあ大本堂を向かってで左の裏ってこと、さっきのとこなのかな。これでわかんない。どこか、これこっちから行くの。こっちは不動公園ですよね、多分ね。あ、こっちの公園が不動公園なんじゃないかなと思うけど、どこにあるの地図とか。ちょっと一回これ出てみるか。不動公園沿いに住んだところに行ってみますけど、こちらってこの、葬式のあの、こういうのを、書いてくれれば、それで済むところで、感想先生、こちらって書いてくれれば、それで済むと思うんですけど、なんでこういうわざわざ不親切なことするんでしょう。その、やっぱり、僕もよく思うんだけど、その、よく会話をしてて、うちの母親なんかもそうなんですけど、会話をしてて全くなんか意味がわかんないことを言う人が時々いるんですけど、あれはその自分の頭の中でわかってるんですけど、それが人にもわかるっていうことなんですよね。だから、あれあれあれとか言ってんのも、あれはこの自分の中では、頭の中にそのあれがあって、だからそのあれが何かは自分では分かってるんですけど、それは相手に伝わらないということが分からないんですよね。だからあれもあれを書いてる、その、あれを書いた人はですね、それが、そのお墓がどこにあって、こうやって行けばいいんで、すごい自分では分かってるんですけど、あれ書いてる人は、それが人に不親切な書き方だって、まあ僕の理解力が足りないのか何だか分かんないですけど、これかな。これか、僕の理解力が足りないのかもしれないといえばそうなのかもしれないんですけど、しかしもっとなんか親切な書き方いくらでもあるだろうというふうに思うわけですよね。これなのかな、これなのかもしれないですよね。じゃあこの中なのかな、まあ一応じゃあ最初に思った通りのあれなのかな。一応その向こうを向かって左側に行ったところなので、じゃあ一応その文章を解釈した通りなのかもしれませんけれども、それでもなんかその、ちょっと立ち止まって考えないと分かんないんだけど、矢印が書いてあれば立ち止まって考える、こともなく、字が読めない人でも、まあ字が読めなくて鑑賞先生とか読めなかったりですけど、まあなんかそれでもなんか雰囲気で、あ、こっちの矢印かなっていうような、私も分かると思うんですけど、なぜわざわざそういう不親切なことをするのか。何の話をしてたんだっけ。青木工業の話をしてたんだよな。あ、それで人の話が通じないって話をしてたんですね。まあ、青木工業とそれで、その鑑賞先生と言ってですね、飢饉があった時なんかに、まあ、ですね、餓死する人が出てくるわけで、それで、その、さあそういう時のためにさつまいもを作っておきなさいと、まあ当時辛いもとかって言ったのかな、辛ってのは糖の芋ですけど、まあそれを進めて辛いもを作る。こっちなのかい、ちょっとわかんないな。これはあれ、やっぱだ、あれいけねえじゃん。やっぱりこれ入っちゃっていいの、この先関係者以外立ち入り禁止だろ。え、じゃそれじゃないってこと、よくわかんないですね。この子はこんな矢印がありますけど、これは何でしょうか。逆にこの矢印は何の意味もよくわからないですね。横に行けっていうことなんですかね。矢印じゃなくて、ここ立ち入り禁止とかって書いてくれりゃいいのに、これは矢印で、向こうが文章だっていうのは。
まあ、うちの親もなんかお前なんでそんなすぐにイライラするんだとかなんか言いますけど、まあそれイライラするのはそれなりに理由があるような気がしますけれども、というわけで元に戻ってきてしまいました。鑑賞先生どこに、外歩いていくか、だから吉宗の頃かな、確か青木昆陽とか。それでそのだから地元の小学校で、そのここのお不動さんって我々その地元で龍泉寺とか誰も読まないんで、多分この龍泉寺とかって言われても龍泉寺どこですかとか言われても地元民のお金の人は分かんないんじゃないかと思いますけれども、お不動さんと呼ばれてるわけなんですけど、なんだっけ、それでその小学校の時とかね、そのこの青木昆陽のお墓このお不動さんとになってどちらこうちゃってなるわけですけれども、でもその大川襲名と北一揆のことについては全然なんか学校では聞いたこともないと。まあもちろんその大体その日本の日本史の授業っていうのは、まあ明治ぐらいまでやって昭和になるとどちらこうちゃとか言いますけれども、まあでもそれでも別に、まあ大川襲名と北一揆の墓があるなんていうことを別に青木昆陽はまあその盛大に宣伝してるわけでもないんですけど、まあその青木昆陽ばっかりこうひいきしてですね、北一揆と大川襲名はまあ口をつぐんでいると、まあそのなんか右翼思想家だという、まあ僕も別にその大川襲名と北一揆の理論がどうとかって全く内容は知らないんですけど、なんか要するに多分その右翼思想家だということがなんか よろしくないというような風潮で、あんまりこうみんな黙っているということなのかなという気がしますけれどもね。どこなんだ。青木昆陽はどこに行ったんでしょうか。あ、鑑賞先生青木昆陽の墓、こっちって書いてあるから合ってるのかな。目黒寄生虫館っていうのがさっきの、目黒不動がこっちで、目黒寄生虫館っていうのはさっきのあの、なんだっけ、あの人は、仮面ヶ谷だっけ。無料なんですよね、目黒寄生虫館。あ、あれかな。目黒寄生虫館、もう亡くなられましたけど、僕ら子供の時に目黒寄生虫館とか行ったことありまして、無料なんで、まだあの館長の先生の元気の時代だったと思いますけれども、これか。これみたいですね。あ、こっちもまた墓地なんですね。だからさっきの北一揆とか大川襲名の、あれも、この龍泉寺の墓地なんですけど、こちらも墓地なんですね。ここは何なんですか？立ち入り禁止なんですか？これは。え？立ち入り禁止ということなんでしょうか。ここにあるのかな、青木昆陽の墓は。トゥントゥトゥ、これはただのお地蔵様。なんかあの、なんでしょうか、あの右側と向かって右の四角に吹けているような感じの。まあ、ノアの箱舟についてはいくらでも思うことがあるんですけど、もうそんだけでも十分かなということなんで、もういいですかね、ノアの箱舟のこと、あの、荒探しは。まあでも本当に、やっぱり、みんなそのライオンとか、なんか、草食図とか入れといたらどうなるのかなって、普通に考えると思うんですけどね。まあ、その水がどうちゃうとかですね。あ、青木昆陽墓史跡ありました。鑑賞先生青木昆陽の言葉、享保20年鑑賞う鑑賞流伝して天下をしてうーる人はなからしむる、これ世が願いなり。ああそういうことだね。享保20年なんですね。享保の改革、暴れん坊将軍のことですよね。
なんて書いてあるんですか、元禄に生まれた。元禄っていうのは綱吉の頃ですかね。あ、吉宗の頃の命により蘭学を名を学び、あはは、あ、そうなんですか。明和6年。あれ明和、あれ明暦だったっけ。1789年は明和じゃねえな。うちの近くの朝日児童村の動画も撮ったんですけど、あれはもうなんか1789年でしたけど、できたのは1667年とかですね。そのお地蔵さんですね。そのそれでお地蔵さんの道しるべに、なんだっけ、右目黒不動、不動尊、ここの目黒不動のことですね。目黒不動尊だったかなって書いてあるんですけどね。あ、そうだ。で、ここは、まあいいや。ちょっとこれ、鑑賞先生墓。鑑賞先生墓はいつできたのこれ。これは綺麗ですけど、それなりには古いですね。まあ別にいいのかな。あ、じゃあさつまいもが、さつまいもが降りた。あ、今日これは、今日は2年って書いてありますね。昭和っていうちょっと江戸時代の言語なのかわかりませんけど、これは明和ですね。青木氏の墓、なんでこれ英君君なのかな、英君君なんですかね、ちょっとわかんないんですけど、英君君イミナ、わかんないです、イミナじゃないのかな、なじゃないから違うのか。金青木なんちゃれ、あつなんとか、ちゃちゃ長女どちらこうちら、縁なり妻なんとこう妻なり、縁享2年なんちゃらかんちゃら、生まれて明和元年10月13日まあ病気にかかって、まあ、亡くなったということなんでしょうね。これは完成ですね。完成の改革の完成ですね。松平定信ですか。ちょっと字が見えにくくなって、あ、うちのお墓もですね、こういうふうに、このところ、ここのところもこう剥げちゃって、表面が読めないのが結構あるんですよね。はい。まあ、こうなるともうお手上げですね。はい、青木昆陽でございました。まあ、ここから寄生虫博物館は歩いて5分10分あれ目黒通りだっけ、まあすぐなんですけど、ここから歩いていけるところにあるんですけど、相変わらずいらんことを頭に、あれ頭に移りゆくだっけ、よしなし事をですね、つらつらと語り続けていると、まあ1時間ぐらいすぐに経ってしまうわけでございますね。陸軍砲兵伍長須田角蔵の墓、まあそのまあさっきも言ったけど、別に大きいお墓を否定するわけではないんですけれども、やっぱその、まあ、思想としてですね、まあ、あのまあ僕も考え方として、例えばこう高いからも高いからいいんだっていう考えが僕はあんま好きじゃないんですね。高いから物がいいっていうのは分からないではないんですけど、それは物がいいからいいんであって高いからいいんではないと。で、例えば食べ物なんかでもよく言うんですけれども、まあマグロだったらトロと赤身だったらトロの方がまあ全然高いわけです。10倍ぐらい高いとして。でもトロが10倍高いから10倍うまいわけではないわけですね。別にそれはトロが好きな人は別にトロが美味しいでいいんですけど、トロは高いんだからトロはうまいんだって言われると、そのトロが脂っこいものが嫌いな人は赤身、いや私赤身の方がいいですっていう人も結構いるんですよね。
だからなんかそういう感じで、まあ、そのマルチンルーターなんかもそのなんか免罪符を打ってそれよろしくないということで職業改革したとかなんとかとかありますけれども、まあなんだその平等院みたいなのもですね仮に任せて作ってその、まあ、それで極楽行きたいんだかなんだか知りませんけれども、そういうことじゃないだろうとやっぱり思うわけですよね。そういうことじゃないし、やっぱその宗教界というのもそういうそのムーブメントっていうのかな、それに加担するべきじゃないと思うんですよね。まあそのどんな宗教でもその仏教でもキリスト教でもやっぱりそのなんかそのみすぼらしい民家の中にですね、あの立派な教会が建ってたり立派なお寺が建ってたりするわけなんですけど、まあそれは権威づけとしてそういうのも必要なのかもしれないですけれども、いやそんだったらそんな貧しい人にその金使えよみたいな感じやっぱことそう思うわけですよね。なんかそういうことを考えるだけでちょっとまたイライラしてくるんですけど、それをだからありがたがってる人って一体何なのかなみたいな感じに僕は思うわけです。まあこういうところでそういうこと言うとまたちょっとまあ今でも人はいないですけどあんまり、やっぱりちょっとそういうなんかなんていうのかな、その別に宗教の全てを否定してるわけでもないし、それで救われる人もいるとは思うんですけれども、やっぱりちょっとなんか納得できない部分っていうのはこういうの見るとありますよね。まあそのおかげでその立派な歴史的な建造物が残ってですね、まあその京都のお寺でも何でもそう何百年も前のものが残っていると、法隆寺みたいなもの、まあ、奈良の法隆寺みたいなのが残っていると、まあそれはそれでまあ一つなんていうのかな、まあいいことであるのかもしれないけど、でもそれは別に宗教じゃなくてもいいような気もするし、まあどうなんですかね。まあっていうかやっぱりその基本的にやっぱ宗教って嘘だと思うんですよね。どんだけその言ってる人が自覚があるのかどうなのか分かんないですけれども、例えばなんかその何お寺にお参りしたりとか、要するに天国に行くとか、まあそれキリスト教でも仏教でもその天国に行くみたいな話ですよね結局。それそのそんな天国なんか誰が見たことあるのかみたいな、行ったことはいる、行って見てきた人いるのかみたいな感じですけれども、でそれがまあしかもそのお金いっぱい寄付すればいけるんだとか、なんかそういう話になると、なんじゃそりゃみたいな感じなんですけど、でもまあ世の中にはそう思わないで、そっちを信じる人の方が多いのか、だんだん今、最近はだいぶその割合がですね、変わってきてるとは思いますけれども、まあ我々の親の世代、いやその上の世代、いやまたもっとその上の世代、多分その100年前、200年前だと 99% の人がまあ、そういうような考えだったのかなと、どうなんでしょうかね、わかりませんけれども。そういう疑いを持ってて、まあ、坊主がどうとかって思ってた人の割合がもう結構あるのかもしれないし、まあよくわかりませんよね。でもそう思ってたとしても、やっぱりその集団の中でそういうことを思ってる人の口に出せないというんですね。まあその、前の戦争の時でもですね、まあ日本は負けるとか、まあよく天皇は神様ですなんて言って、まあ一応それみんなはそう言ってたんでしょうけど、でも、本当にそれは頭から信じてた。人もいればそれを疑ってたけどっていうか全然そんなんじゃないと思ってた人も結構いたと思うんですけど、まあ、それは口に出せなかっただけですね。子供なんか信じてたと思いますけど、まあそういうことと同じで、まあみんながそのありがたがって、お坊さんを敬ってる時にですね、なんだこのそんなもんなんてらみたいなことなかなか言えない雰囲気であったのかもしれないですけど、しかしまあだからそのまあそう言われたっていうか、そっちの方が信じてるのはまあしょうがないんですけど、要するに騙そうとしてる方が、騙そうと思って騙してるのかどうかは知りませんけど、そのやってる方がどれぐらいその自覚っていうか、そこら辺を知りたいんですよね。だからその免罪符を売るのでもですね、その、本当に免罪符で救われると思って売ってたのかいなと。そんなもん金儲けだって初めから分かってたんですよみたいな感じですよね。
あとはなんだっけ、あの厄年とかなんとかとか、まあんなもんも別に、まあなんかその文句言う、まあ別にいいんですけど、そんなもんただの神社のなんかいろいろ理由つけて金稼いでるために、別にその宗教活動でお金が必要なので、別にそれはまあいいってはいいんですけど、それがなきゃ何もできないんで。でもその壺を売るのと同じですね、不安を煽って42歳だから、そろそろなんか悪いことがあるから お金出してお参りすればよ、悪いこと起こりませんよって、それ単なるその、統一教会と変わらないだろうみたいな感じですよね。統一教会文句言ってる人はやっぱりあの役年とかなんとかでも文句言った方がいいんじゃないかと思うんですよね。いや、もちろんその42歳っていうか、まあ、まあ昔の42歳、数える42歳で、その頃にいろいろと体の調子が悪くなるとか、なんとか病気になりやすい年頃だとか、そういうことはもちろんあると思いますけど、それは別にその、厄年だからとか、という因果関係では別になくて、ただ単に人間その中年ぐらいになってくると、いろいろ調子が悪くなったりとか、なんとか、いろいろある、あるいはその生活してもですね、家族ができて、どうとか、こととか、障害がうまくいかないとか、まあいろんな問題が出てくるわけで、逆に言えば10歳ぐらいでそんな問題が出てくるわけじゃないわけですよね。その10歳ぐらいで人生に疲れただの、なんか体が少しが痛いだの、そんなことは起こるわけがないんで。だから42歳っていうのは適当にそのぐらいだったら大体そういう問題が起こる。それはそうなんでしょうけど。それを、だから、厄年だからとか言って、金取ってお払いしたら治るとかっていうのは、まあ、僕はやっぱりおかしいと思いますけど。まあ、その、まあ、薬もなんでしたっけ、あれは。あ、なんか、最近もう、名前が、あれ状態になって、名前が出て、これはプラシーボ効果か。プラシーボ効果みたいなので、まあ、そんなお参りしてですね、あ、それでもう、大丈夫なんだなんて思って、こう、幸せに暮らせる人も結構いるのかと思いますけど、まあ、そういうことがあるからといって、そういうことしていいっていうのとやっぱちょっと違うと思うんですけどね。まあ僕も別にその、観光地内なんないって、お寺行ってどうじゃらこうって、神社に行ってどうと、別にそれを否定するわけじゃないし、僕も、その、京都のお寺と、京都にでも旅行に行ったらですね、お寺みたいだなんてことは、これが歴史に行ったなんてことは、別にそれはいいんですけども。どうなんですかね。まあ、その、まあ、所詮はやっぱり人間が頭で考えていることで、なんだっけな。あれ、レーヴェンフィックの話でしたっけね。オランダの、20年ぐらいガラス磨いてて、すごい百何十倍の顕微鏡を作ったっていう人がいてですね。それでその水の中のことを見たら、その水の中をちょっと見たら微生物とかいるんですけど、その世界があまりにもおぞましくて、神の存在を疑ったと。いう話がありますよね。まあ、それはそうなんだろうなと僕も思うんですけどね。やっぱりその寄生虫とかで、青虫コマエバシとか、そのそこら辺の青虫とか取ってくるとですね、もうかなりの割合で寄生虫が寄生してるわけなんですけど、それでですね、その青虫の中に蜂の幼虫が何十匹も、まあ、青虫コマエバシの場合だったら何十匹も入ってて、それが青虫の体の中を全部食べ尽くしたら、皮を食い破ってですね、出てくるわけですよね。まあそんな寄生虫なんていくらでもいるわけですよね。でだからその神様が全ての生物を作ったんだったら、そういう神様はそういうおぞましい生き物も作ったのかという、なんでそんなおぞましいことをするんだということで、まあ悩む人もいるというのは、まあそれはそうなんだと思いますけど、それはそこを悩むんじゃなくて、その神様がそういうものを作ったっていう、そこが間違っていたということには、なかなかやっぱり、まあ当時の人はなかなか気づけないっていうか、それだけ子供の時からこうそういうことを教え込まれると、そういう信仰っていうのは強固なものだったと思いますけど、要するにその自然がおぞましくて、そんな愛に満ちた世界ではないということが真実であって、で世界を愛に満ち、まあ、愛に満ち溢れて、そういう立派な行いをしていきなさいという教えが間違っているということには、まあ、やっぱりなかなか気づけないものなんだろうなと、まあ、それはそうなんだと思いますけれども、まあ、しかし現代はやっぱりそういう時代ではないという思うんですけどね。
だからその、まあ、規制中の走りもほとんどの人、まあ、そんなそ昔はそういう存在があるということも気づかなかったかもしれないし、まあそうですね、まあ、ノアの箱舟にしても、まあ、水の量がどうとかっていうのはちょっと分かんなかったかもしれないし、世界がどれぐらい広いとかですね、まあ、その古事記の話でもしましたけど、そういうこともなかったかもしれないけど、でもやっぱりノアの箱舟のっていうのはそういうことをそういうことは分からないとしても、やっぱりあれはおかしい話だと。何回も同じこと言いますけど、基本的にライオンとインパラとか一緒の入れといたらどうなんだとか、そんな全部の動物入れるのに 何日かかるんだとか、その後もう水が引くまで餌はどうしてるんだとか、そこは何の予備知識もなくても考えられることだと思うんで、それを考えないっていうのはやっぱり、まあ、怠慢なんじゃないかなと思いますけどね。まあ今日はそういうわけで、1時間なんか本当に1時間も経ってしまいました。今日は目黒不動産境内案内です。目黒不動産なんですけど、これなんだっけ、江戸時代の、あ、まあ、山手線で目黒っていうのがありますけど、目黒と目黒の反対側に目白っていう駅がありますけど、あそこは目白不動産で、確か5色、赤と赤、青、黄色、白、黒と赤、青、黄色の5色があるはずです。それは江戸時代にその5色、5大なんとかか、なんかよくありませんけど、まあそういう不動産があったそうです。で目黒不動産って安いうことで、もうできたのは何もう1000年以上前なんですよね、なんか確か。天台宗のなんちゃらかんちゃらが、改装かなんかで、とか言って、改装でしたっけ、まあ、なんていう言葉なのかわかんないけど、どこに書いてあったっけな、あれ。また終わろうと思ったら、そんなこと思い出してしまいました。改ざん。よくわかんない。どこに書いてあったっけな。まあ、1000年以上昔に出てきて、それでですね、ここ毎年じゃない、毎月28日が縁日といって、なんかその、すごい、屋台みたいな、屋台っていうんですかね、屋台じゃないのか、なんだあれは。まあ、お店がなんかいっぱい出るんですけど、子供の時には、それが嬉しくてというか、嬉しいというか、そういう食べ物、たこ焼き屋とか、わたあめとかですね、金魚すくいとか、そういうやつですね。28日にはこの敷地内がそういうので埋まるんですけれども、子供の時はそういうものに憧れていたんですが、まあある程度大人になってくると別にそんなもんどうでもいいかなというような、まあとりあえず水道と冷蔵庫はどうしてんだろうなというのが心配になるというはい、まあ何時間やってんだか知りませんけど、まあ、一度も手洗ってないんじゃないか話とかですね食材は冷蔵庫に、夏なんか冷蔵庫に、発電機使って冷蔵庫を回してるところあんのかなみたいな感じで、まあそれ別に見ようとも思ってないので、あんまりそんな注意して電気冷蔵庫から食材出してるかどうかなんか気にしてないんですけど、まあまあそういろいろありますね。それを否定してるわけではありません。個人的にはまあいいかなみたいな、もうまあいいかなっていうのは別にそういうもの食べなくても別に食べたいともあまり思わないしみたいな、最近はですね、子供の時はそういうことに気づかない、ちょっとあそこの意見とかもう一回言ってくるかな、出てきちゃったんだけど、あ、元通り乗りながらじゃなくてなんかいるんだよな、あ、くだらない話をしてるとまあ終わらないですね。1時間以上のベラベラ喋ってますけど、まあどうなんですかね、どうなんですかね、その縁日とかのお店でですね、うちの子供もなんかここに来てなんかすごい喜んでて、射的かなんかやってるんですけど、絶対落ちるわけないんですけど、絶対落ちるわけない射的を500円ぐらい出してやるんだとか言ってやってですね、なんかその落ちるとウィーかなんかもらえるとかなんとかとかでですね、やってましたけど、だから僕は子供にお前そのやっててこの金を払う方じゃなくて、あのおっちゃんの金もらってるおっちゃんの方になりなさいというふうに言ってやりましたけど、まあポカンとしてましたけど、
おがんとしたけど、そういうふうに言ったことは覚えてるかもしれないですけど、どうなんですかね。さっき来たんですけど、もう一回来てしまいました。山手七福神、恵比寿神、江戸最初、江戸最初、江戸最初ということは、江戸最初っていうのは元はどっから来たんだという、江戸にはなかったものを江戸に持ってきたということなんですよね。もともとなかったものをちょっと作ったとは思えないので、まあいいですけど、まあそういうわけで、その江戸最初とかなんとかとか言ってるぐらいなんて、意外とその由緒正しい、地元にいるとよくわからないですし、まあその今の世界観というか、それで見てしまいますけど、要するにその江戸時代っていうのは、まあうちの親は戦前の生まれですけど、戦争の頃なんかは家の周りに、まあ本当に畑ばっかりで、家なんかほとんどなかったという、そこら辺、そういう土地だったわけなんで、まあ江戸時代っていうのはそのもっと前なので、その頃の生活を想像するっていうのはなかなか難しいものがありますね。つい今の常識で考えてしまいますから。はい。なかなか難しいものでございます。はい。まあいいかな。なんかいろいろあるんですね。この向こうにもなんかいろいろあったりするけど、まあ、だから、話を続けてればなんかいろいろの話のネタっていうか、話題はあるので、まあ延々と喋り続けることはできるわけなんですけど、まあ、こうか不幸かこのバッテリーが、その限度を定めているので、子供の時にですね、ここでザリガニ釣りかなんかして、坊さんに怒られたりしてて、それを前何回も繰り返すという、まあ、同じ日じゃないんですけど、一日怒られて帰って、また今度、何日か後にまた来て、またザリガニを取るとか、なんかそういう、最近ザリガニいないのかな、どうなんだか、まあ、いないことはないんだろうな、そういう少年時代を過ごしておりました。懐かしいですね。まあお寺もそういう、まあ、子供の遊び場とかいう、まあ、そういう宗教的なものを抜きにすれば、そういう場所があるっていうのは悪くないということなのかもしれませんし、またまあ宗教も全てが悪いと言ってるわけではないんですけれども、まあどうなんですかね。赤トンボが飛んでいます。何でしょうか、あのトンボは。はい、じゃあまあ、本当に1時間以上話しているので、まあ目標も一応達成しましたので、これにて終了ということにしたいと思います。今ちょっとトンボがそこに止まっているのでですね。子供の時には赤トンボとかいっぱい取れたんだけど、最近動きが遅くなっておりました。動きが遅くなってですね。トンボなんか取れないかなと思ったけど、赤トンボ遅いんで、あれ逃げないと逃げた。赤トンボは動きが遅いんで、結構捕まえやすいんですね。子供の時にこの赤トンボを捕まえて、この指の間に1匹ずつ挟んでて、両手に挟んでて、最後にいっぱいになってもう1匹取ろうとしたら、挟んでたのが、逃げちゃってっていうことがありました。はい、ここに。赤トンボいっぱいおります。はい、終わる終わると言って終わってないんですけども、今虫がの方がトンボ以外の虫がいない、今いないかなと思って探しているところなんですけど、またそれを始めると終わらなくなってしまうので、ここで終わります。はい、はい、終わりです。